Hey man, this is Robbie. Hey man, Nabi desu. Right, I'm somewhere in Tochigi Prefecture along Route 4, which is one of the main roads going up north. 現在、栃木県のですね、4号線沿いにいますが、まあ、東北に行くメインの店なんですが、I'm very, very excited to be here, as much as you guys are too. もうね、今回はすごい、ビッグレジェンドの、ショップに来てます。I am here at a legend shop. I'm talking about legend out of the legends. Somebody who has been in the drift scene for a long time. このドリフト界ではもう知らない人は絶対いないと思います。そうです。I am here at Koguchi Power. Koguchi Power にやってまいりました。Let me go ahead and check out his shop. 邪魔します。Hey!He has three cats in here. This is a cool environment. It's like a log house. And he has... There's a lot of history around here. Look at this. It's the car that he was driving for D1. Right here, FD. Or I'm sorry, D1 Street Legal. And this looks like he was driving this at Irwindale. It looks like the wall at Irwindale. And many, many other cars. He is like the tuner and...The driver, the god of 180SX's Tora, Nora, and Hana, I think. Ne. Hi. Kawaii ne. Papa, doko? Where's your daddy?Yo, so he has a small yard in the back of his shop, but man, these are some cars that I've seen a while back. Here we go. This is his, now the D1 lights, but his street legal JZX100. And I believe that he drove this in Irwindale too. He brought this over to Irwindale. I remember driving with him at a D1 event. It was like US versus Japan or something like that. So beautiful.Falcon livery, the scallops and everything. The car still exists. It's kind of cool to see here. A lot of history. Bam, here is the man. This is Mr. Yoshinori Koguchi. Hi. Koguchi-san desu. Konnichiwa. So look at, he looks the same. もう見た目は全く昔と変わんないですけど。Obviously, for those who are not familiar with, you know, drifting from before and stuff. He's pretty much the legend. He's one of the first people who actually went to the States, drove for Dunlop for a long time, and also that was back in the days with Falcon tires, so. もうアメリカ行き始めはもうハルケン関係でしたか、やっぱり。ハルケンタイヤでそのアメリカ行きましたね。はい。もういや、多分ね、みんなあの、これを見てる人たちは、向こうの人は大興奮だと思う。あの、アメリカに行ったのってもう2004年5年とかそのぐらいぐらいですよね。はい。ですごいのが昔小口さんが180持ってって、で、あのなんか紫シルバーだったじゃないですか。でそれがあのファルケンカラーになった後に僕2回あのファルケンカラーの車に乗ってるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごくいい車でした。でもあのアメリカにもあの置きっぱになっちゃったんですよね、あれ確か。はい。今どういうことやってますか？今はその走ってる子たちのサポート、あの運転を教えてあげたりとか、そのどういう運転が良くてどういう運転はダメ、どういう考え方がいいよ、どういうこういう考え方は良くないよっていう、その次に向けて自分が良くなる方法、それをなんか自分なりに教えてるつもりかな。はいはいはい。で、あの最近だと今あの FDJ に出てる選手のサポートでよく、はい、あの会場で会うんですけど、はい、やっぱりどうですか、そのもちろん、昔から D1 に出てて、うん、でもうドリフトのもう全盛期の頃からずっと走ってて、今やっぱりちょっと審査のスタイルが変わってきたりとか、はいはいはい、やっぱり結構欧米の考え方がちょっと入ってきたりとかした、うん、この混合した感じのやつがまた日本に帰ってきて、うん、
小口さん的にはどういう気分ですかね、やっぱりドリフトが進化していく。ね、その FDJ の方が、まあ、こういう言い方はちょっと良くないんだけど、その本当にお客さんが見てかっこよく見えるような感じ、そのあこういう風に見えた方がいいのかなっていうのはなんとなく、あそうだろうなっていう感じで、そのあこういう見せ方があるとかっこよく見えるんだっていうのは逆にこっちが勉強になってるかな。へえ、出ないですか？そこは強引に持つよね。なんかチャンスがあれば。So, yeah, I really think that、maybe in Long Beach or wherever in the world、if they can have a Legends Cup, he has to definitely go. So, パルケンのニックにもアメリカの人にぜひ呼んでもらいたいです、本当に、はい、ニック小口さんってもうすごい昔に180乗ってて、で結構早いうちにタービン交換したりとか、もう小口スタイルっていうぐらいのスタイルを確立したじゃないですか。それってやっぱり狙ってやってたんですか、それかただ自分でやってたらあのかっこいいものをみんなが探せたみたいな。狙ったっていうのも自分がやりたいことやってたから、自分がこっちがいいなと思ったことを別に誰に言われたわけじゃなく、自分がこうしたいっていうことをただやってただけで、そのしたらなんか周りが大騒ぎするようになってきたっていう感じかな。ずっとやっぱりそのちょっとこっちにも置いてあるんですけど、そのずっと乗ってた車体とかも、はい、もちろんあの動かせられる状態になってると思うんですけど、小口さんにとってやっぱり180とやっぱりその SR っていうのはもうこだわり抜いてるものなんですけど、どういう存在なんですかね、やっぱり。そうだね、あの180と SR だと自分を育ててくれたような感じがあるんで、そのなんだろう、運転もそうだし、この車の作業的にどうやるとこのエンジンは壊れるよとかっていうのも教えてくれたような感じだから、その無理はしなくちゃいけないんだけど、無理をしすぎるとその一定域を超えると壊れちゃうんで、それが馬力があるないじゃなくて、なんかそういう思いもあるんで、なんか結構今でも好きでやってますね。はいはいはい、いやでも本当にあのショップを見てもですね、もう僕的にはね結構いやあのすごい何がどこにあるのかっていうのが分かりやすいような、いやいやあのさっきほら散らかってるって言ってたんですけど、すごい整理されて、なんかちょっと小口さんらしいって勝手に言ったら失礼なんですけど、あの小口さん的にはじゃあ勝つためにじゃあこれをしたいあれをしたいじゃなくて、自分がやりたいからやってどこまでそれで戦えるかっていう方がやっぱり大切なんですかね。そうかな、自分が一応それで勝てると思ってやってるから、その別にこのエンジンじゃダメとは全然思ってないんで、そのあとはトータル的なバランスとかそういうのを車をこう全然いろんなところを詰めていけばもっと良くなるとは思ってるから、はいはい、別に大きいエンジンを乗せる本当に必要性が感じた時にはやるしかないけど、今はまだそんな必要性感じてないんで。こんだけやってもまだいけると思います？思う。 まだいけるんじゃない、その、まあ、対戦相手とか上手い人たちだとかなりきついけど、完全に無理っていうわけではないんじゃないのかな。100% 勝てないっていう話ではないと思うんで。あ、そうですね、まあ、ドリフトのいいとこって俺そこだと思うんですよね。その誰が最初から勝つかっていう、例えばじゃあ予選1番だからって勝てるかって言ったら勝てないですし、あの例えば1番パワーがあるからって勝てるわけでもないし、うん、アメリカだと SR をやってない人がもうすごい多いんですよ、うん、で僕的にはいやでもまだそのいけるんじゃないのっていうやっぱりちょっとした部分もあると思うんですけど、いつかじゃあ小口さんもなんかそのアメリカのイベントでSR で行ってちょっとぶっちぎってきてもらいたいんですけど、ちょっと頑張りたい。So, if you guys, anybody want to see Koguchi drive in an SR car in the US, let us know. で、あとは、まあ、そうですよね、今一緒にやってるチームもあの小口さんがやっぱりその手伝っている、中であの早くその活躍できるとそうだね、すごい面白いですよね、はい、もうちょっと上に行きたいね、まず、はい、So I hope you guys kind of got everything, the point of why I came here. I kind of wanted to show you that, you know, he's still here. I mean, look at, he's a little over 50 now. ね、ちょっと50過ぎになってるけど、he's still here working on customers' cars, and he has a very well-maintained shop where it's not too big, it's not too small, and he's still doing what he loves. He loves drifting, he loves SRs.He does work on, you know, various amount of cars, but he does like the SRs and he supports a lot of his customers. So, this guy is a legend, a true legend. 本当に、本物のレジェンドなんで。はい。小口さんって、
自分で車を作って自分でそれを習って、うん、多分昔からメカは強いと思ってたんですよ、やっていく中で。それはやっぱりもう自分でやりたい、その例えばどっかに出してとか、多分今までいろいろチャンスがあったと思うんですけど、協力者はいっぱいいたと思うんですけど、やっぱり最終的にはちょっと自分の手で作ったりとかしたいんですかね。なんか面白いもんね、やってんでもただドリフトするんじゃなくてもパッケージってことですよね。そう車も好き、作るのも好きだし、なんか走るのも面白いけど、全部がなんか車遊びになっちゃってるから。はい。いや、多分こういう大人に最後になりたい人いっぱいいると思います。自分でやりたくてこのガレージやったようなもんだから。はい。あ、なるほど。でももう何年ですか、国士パワー上げて。結構経つね。P1 始まる時にはもうやってたからね。20年以上はみんなやってる。わお。前は何やってたんですか、ずっと。鉄骨屋さんにも行ったし、溶接業やってたり、はいはい、あとは、アメ車屋さんにも行った。はい。で、アメ車屋さんに行って、で、溶接業とかもやって、で、途中からね、イベントが多くなって仕事ができなくなって、はい、走行会とか、はい、それがメインになって、その間に、その、レースカー作ってる人と知り合いになって、で、その人にいろいろ教わりながら、で、まあ自分でやっていこうと思って、はい。で、これをやり始めた感じかな。昔の走り屋さんだよね、ただの。昔そうじゃん、みんな自分でバラして自分でやってみたいな。そうですね、今の子もうちょっとやってもらいたいですね。じゃあそうだよね、なんか何でもお願いしなくてちょっと自分で頑張りなよ。まあ多分ショップをやってる人だったら分かると思うんですけど、その専門な、なんか危ないところはもちろん任せる方がいいと思うんですけど、ちょっとしたことだったらちょっと。いやだけどやってもいいんじゃない、失敗すればいいんだから。まあそうですよね、そうすれば覚えるじゃん。そうですね、うん、苦労すれば絶対覚えるから。ああ、そうですね、その何でもかんでも敬遠するんじゃなくてやってみないんだよ、うん、それもそれで楽しいから。はい。Hey, that's an advice. Try some things on your own too. ありがとうございます。いいお言葉いただきました。中口さん、はい、お邪魔しました。バイバイ。Thank you to Koguchi for letting me visit him. Thank you very much and hope you guys enjoyed it. And don't forget to hit the like button and also subscribe. Until I see you guys next time, peace out.